ちは、SK ジオセントリックジャパンの石山ひろみです。東京事務所で働いています。出身は、東京の北の埼玉県です。仕事の内容は、セルフアシスタントとして受発注や物流、国内外全般の物流の、サプライチェーンを担当しています。こんにちは、SK ジオジャパンのバク・ヨミョンと申します。韓国のソウル出身です。今担当している製品はポリマー中心で、搬入製品の PPP、EAA などを担当しています。もうポリマーの担当者3人しかないので、営業から在庫管理も運営全部やってます。石山さん、SK ジシジャパンで働いてどのぐらいになりましたか？はい、ちょうど今って1年半です。2020年の6月に入社しました。以前は、フランスの化学品企業のアルケマで働いていて、アルケマのファンクショナルポリオレフィンの部門が SK に買収されて、それで働くことになりました。パクさんはどれぐらい経つんですか？私はちょうど10年です。はい、今回 の、 インタビューがなんか記念撮影みたいになってます。はい、今回ちょっと自分の10年を振り返ってみたら、SK で生産している、特にウルサンで生産している製品はほぼ担当というか経験をしてて、10年間いろんな人と仕事ができて本当に良かったです。いっぱい学んで、それが私の自信になりました。はい、10年働かれて SK の仕事の環境をどう思いますか？はい、もう今私子供2人いるんですけど、子供を育児しながらこの仕事をフルでやってるんですけど、それって結構なことなんですけど、皆さんがいっぱい手伝ってくれてここまで来て、苦労しずに本当に楽しんで仕事ができてます。はい、これからもよろしくお願いします。はい、石山さんはどう思いますか？私もパクさんがおっしゃってたのと本当に同感で、皆さん本当にチームワークとか助け合う文化があるので、入社してからこの1年半コロナの時期と重なって、今の仕事であるサプライチェーンの部分では本当に大変なんですけども、例えばアマゾンで発注したとしても1ヶ月ぐらい届かないことがあったんです。で、世界中の企業が同じような感じで大変な中で、お客さんに製品を滞ることなく届けられてるっていうのは、とてもすごいことだと思います。うん、そうですね。本当に韓国の SAP チームと東京法人の皆さんと SKFP の皆さんの本当にチームワークがあってできてることだと思います。そう、それは私も本当に同感してて、他部署 の、 連携がすごくよく本当にいいですね。はい、それで最近あったことなんですけど、輸入して破損してきた品を在庫でいっぱい残ってて、ありますね。そうそうそう、それをどうやって処理するか、参拝の見積もり書をもらったりしたんですけど、すごく高くて、そう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 、それどうしようと思ったら、リサイクルしようっていうことでリサイクル先を探して、それをシステム上でどうやって管理するかなど、いろいろ本社の人と話をして、で本当にもう契約に至って無事に出荷することができました。協力的で、しかもエコの意識も高いです。私のことを日本語で2つ の、 言葉で表現するとしたら、はい、どう表現しますか？スーパーウーマンです。っていうのは、今は別々の部署でそれぞれの製品を担当してますけど、共通のお客さんがあったら、例えば予診管理を予診を取るときにその分を一緒に取ってくれたり、小さな心遣いが別の部署で働いていくのであっても、心遣いをしてくれて本当に助かります。ありがとうございます。お子さんが2人いてフルで朝から晩まで働いた後に子育てをする、時間管理をずっとされているので、この忙しい中でも本当にすごいです。ありがとうございます。だんだん強くなってきます。
はい、私のイメージはどんなイメージがありますか？あのもう優しい石山さんと言いたいです。あの最初から会った時からあの私が働く人に対してもそうだし、お客さんに対してもそうだし、あのもう日本語の言葉遣いがすごく綺麗で、もう学びたいくらいで、いつも石山さんから日本語を毎日習ってます。はい。東京ポジのメンバーの皆さんからのメッセージです。Our business in Japan has already been integrated, so maybe we are all doing polymer and FPO together in one team. 3人なんですが、英語として今日本語人としてですね、今仕事を賄っております。日本語弁ファイティング。